俺の国籍とは違う旗を振る国で生まれ、肌や目の色、パスポートナンバーを理由に憎まれ、昭和から平成、時代は変われど島国根性は消えねえ、多勢に無勢、ガキの頃から大人数が喧嘩相手、負けたら親父にまた外につまみ出され、勝つまで帰ってくるんじゃねえ、血まみれで帰る二度目、今度は不良になると泣いてるお袋にも殴られ、何から何までついてねえ、ボンボンばかりのメリセンの中で俺の家族だけ金欠、慣れてない分戸惑う他人の親切、大概問題が起きれば拳で解決、俺が魂売り渡した悪魔は超絶、神は俺を見放したし地獄行きだ、どうせタイマーシットバッテン時たまコカイン、サタンが喋るライン、耳元の声甘い、快楽の詰まったパイプ、ジャンキーな自分に苛立ち、現実直視、捕まれば黙秘、勘繰り周り見渡し距離測り、できるだけピン札で数えたい、上がり成り上がるスキーム、リアルトーク、リアルウォーク、リアルヒップホップノンストップ、時にアドリブ、リリックフリップ、これはまだまだほんのフリッカージャブ、後にフックとアッパーカット、無修正ノーカットバージョン、ライブラとアクシス、内からのインベーション、捉えるイマジネーション、疲れた手が描くバビロン、天気への情熱的な思惑、レボリューションが我がライフワーク、取り憑かれた手が描くバビロン、天幕への情熱的な思惑、マイク通したクーデター、取り憑かれた手が描くバビロン、天幕への情熱的な思惑、レボリューションが我がライフワーク、取り憑かれた手が描くバビロン、天幕への情熱的な思惑、マイク通したクーデター、チェゲバラは志半ばで葬られた、生きてた頃はすごいやつ、アルゼンチン出身、元は医者、後に革命家、カストロと共に制圧したキューバ、国連でスピーチもかました、60年代ハードコアな左翼ゲリラ、だがとうとう捕まって殺されちまったボリビア、黒幕アメリカ、ただ殺すだけならまだしも、チェが死ぬ直前に手首を切り落とした、歪んだ感性持った変態が偉大な、ゲバラを虫けらのように消しちまった、ボドナーリーもそうだ、自宅で草食ってる時に5発撃たれた、ジャメイカで PNP と JNP という二大政党が権力争い、ブリブリラスター飛んだ巻き添いだが幸いにも生きてた、ガンに屈した時ボブは36歳、ジミヘン、ジム・モリソン、ジャニス・ジョップリン、さらに遡ればチャップリン、ケネディ、ガンジー、パターンは変わらない、リスト終わらない、格差でかい、消費社会生み出すために眠らない、米合衆国連邦政府、現大統領、ジョージ・ W ・ブッシュの祖父、プレスコット・ブッシュはナチスの金を回し、1951年戦後6年でやっと米国に告発された時はすでに遅く、南米に逃げ込んだナチスの残党により加速したコカイントレード、プラス中南米パナマのノリエが元大統領もボロ儲け、黒人街ドラッグ汚染、キューバ上陸作戦失敗した後にベトナム戦争、イスラエル、パレスチナ、レバノン、イラン、イラク、911事件も自作自演、アフガニスタンにイラク侵攻、国の資源独占、日本国民の税金もこれらを支援、結んだテント線、結論から言うと世界中が最前線、ライブラ、アクシス、RC76RCC が受け継いだ遺伝子、革命、インディペンデンスで、ハッタリでもなんでもねえ、取り憑かれた手が描くバビロン、転覆への情熱的な思惑、レボリューションが我がライフワーク、取り憑かれた手が描くバビロン、転覆への情熱的な思惑、マイク通したクーデター、取り憑かれた手が描くバビロン、転覆への情熱的な思惑、レボリューションが我がライフワーク、取り憑かれた手が描くバビロン、転覆への情熱的な思惑、マイク通したクーデター、取り憑かれた手が描くバビロン、転覆への情熱的な思惑、レボリューションが我がライフワーク、取り憑かれた手が描くバビロン、転覆への情熱的な思惑、マイク通したクーデター、取り憑かれた手が描くバビロン、転覆への情熱的な思惑、レボリューションが我がライフワーク、取り憑かれた手が描くバビロン、転覆への情熱的な思惑、マイク通したクーデター。